皆さんこんにちは、動画あるのりさです。私は今大丸梅田店にある2階のボビーブラウンに来ています。今日は新商品を使って秋のスモーキーヌードルックを教えていただきます。今日教えていただくアーティストの長谷川さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回はメイクのテーマが秋のスモーキーヌードルックなので、アイシャドウをのせる前に肌より少し明るめの色のコンシーラーで目の下のクマをしっかり隠していきます。しっかりパウダーをのせることでアイシャドウがつきやすくなります。目尻の際の部分もしっかりつけていきます。今日ご紹介させていただくのが、新しく9月に発売いたしますスキンウェイトレスパウダーファンデーションです。ちょっと今日はこういうブラシを使ってつけていきます。大きめのブラシで顔にポンポンとのせていきます。全然違いますね。わかりますか？やっただけで、はい、すごい。汗とか皮脂とかにも強いっていうのが特徴になってます。たくさんつけてるように多分感じられてると思うんですけど、全然粉っぽく仕上がらないです。でしっかり保湿もしてくれますので、はい、いいですね。夏から秋にかけて、まあ、冬にかけて、乾燥する時期にかけてすごく使っていただきやすいと思いますよ、はい。もしまあカバーをしたい時なんかはこの上にこういうスポンジが付属してますので、それを使ってポイントだけこうカバーをしてあげても結構です。なるほど。大きな目元を作っていくんですけれども、その際気持ちちょっとこう眉強めの方がバランスが良くなりますので、ちょっとこうしっかりめに眉を描いてあげます。そしてアイシャドウプライマーをまぶたにのせていきます。まあ、アイメイクを移していくんですが、先にアイライナーをしてしまいます。でボビーでも人気の、はい、ジェルアイライナーですね。先にアイライナーしちゃうんですか？そうです。へー。あのスモーキーな目元をする場合、こう暗い色からのせていく方が簡単に仕上がりますので、そこもポイントですね。で今日は人気のエスプレッソというカラーを使用しています。しっかりこう根元にまつげの、根元ですねを埋め切るように入れていただきます。空のブラシを使ってぼかしていきましょう。スモーキーっていう言葉なんですけども、まあ煙、ちょっとこうぼけるというのはちょっと意味になりますけども、全体的にこうぼやっとこうしている、こうグラデーションが綺麗に見えるっていうのがあのスモーキーアイの、まあ、ポイントになります。上に描いた残りぐらいで描いてもらうと、自然なアイラインになってくれます。どこら辺まで下はまつげの間を埋めていきますか？あのこれしっかりする場合は本当に目頭まで行ってしまっても結構ですし、あのちょっとナチュラルにしたいなっていう方はこう目尻の方から少し、まあ、黒目の外ぐらいまで、上と下のこの隙間ですね、ここをちゃんとつなげてあげるというのが結構ポイントになります。で、スモーキーアイを作っていきます。アイシャドウが8色入ったパレットになっています。すごい可愛い色ばっかり、はい。で先ほど申し上げましたように、こう暗い色からつけていくと、スモーキーアイが作りやすくなりますので、初めは右下のカラーから使っていきます。先ほどつけたアイライナーの少しちょっとこう上を行くように動かしていきます。一番際が濃くなるように上にどんどんぼかしていきます。下の方も少し入れていきます。で先ほどアイライナーでも申しましたように、この目尻のところですね、ここはちゃんとこう囲んであげる。次に左下のカラーをのせていきます。上に重ねていきます。
下をしっかり囲んであげます。ではですね、こちらも眉骨の下から、今度は上から下に下ろすように動かしていきます。これで終わりですか？はい、終わりです、はい、使ったのってパレットだと、はいはい、今日はこの黒い色と、はい、少しちょっとブラウンかかった色と、あとはちょっとハイライトの色と、はい、この3色だけで、はい、できます。すごい、はい、まあ、ここから、まあ、結構ナチュラルな色も入ってますから、デイリーの、ヌードメイクもできますし、たった3色だけで、はい、そしてチークは黒目の下ぐらいから頬高くまで乗せていきます。デイで発売しますシマーブリックサンドストーンというカラーです。これを、最後にこう振りかけてあげると、お肌がツヤっとしてすごい上品な上質な肌に見せてくれますので、先ほどチークを入れた部分に同じように入れていきます。で、まあ、非常にこう秋らしいちょっとこうマットな質感のものなんですけれども、しっかり唇も潤すことができます。すごい上品で大人っぽい仕上がりになります。マットだけどすごい潤いがありますね。こうマットなものって、揮発するから、バサッとするバサッとするイメージがあるんですけど、すごい、いいですね、はい、お好みでグロスを乗せてもとても可愛い仕上がりになります。この動画をご覧になった方にプレゼントのお知らせです。期間中に大丸松坂屋の対象のお店に行って動画を見たと言ってください。先着20名でこちらの可愛いグロスがプレゼントです。詳しくは動画の説明欄を見てください。最後までビデオを見てくださってありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。